この地は熊野街道の山ヶ谷関所跡で、東西から山が迫り、間に川が流れ、関所に適した地形でした。南北朝時代に紀州和田氏の一族橋本正隆氏がここに関所を設けて戦線を動かしました。娘木正成の一族紀州の和田氏は紀州和城のある地域を当時は紀州と言い、そこを和田氏が拠点としていたので、この呼び方をしたのです。この呼び方が紀州和田名の起こりとなったと言われております。ここで課せられた戦線は娘木正成ゆかりの河内長野市にある関心寺の法華堂を造営するために使われたと考えています。なお、この関所は江戸時代に入って廃止されました。またこのすぐ上に経塚があります。経塚とは主に法華経の経典を収めたとかで、江戸中期には主権者のが設けたものと思われ、今なお主権者が訪れることがあります。